でこちらです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご苦労様です。はい、またお願いします。すごい、もう来ました。改めまして、こんばんは、おつかひです。今日の予定は、慎吾さんが博多に転勤になるっていうことで、グルドンの有志が集まって送別会をやるってことで、慎吾さんでおなじみの秋音で今夜はお別れ会したいなと思って、僕も静岡から来ました。それじゃあ行ってきます。ちなみに、ね、今これ撮ってるのはシグマの18-35 キャノン用のレンズを GH5 にスピードブースターで無理やりつけてるんで、本来 F1.8 のレンズなんですけど F1.2 まで上げることができるんですよ。ただまあオートフォーカスとか結構難しいんで、前の動画ね、新木場行った動画とかかなり支離滅裂な映像になったと思うんですけどね、まだ編集してないんで何とも言えませんけど、とりあえず慎吾さんの送別会なんでこのシグマのレンズで向かいます。マジですか。で、GoPro 2台のあの結果をちょっと見ていただきます。うまそう。あ、なるほど。で、読み込み中。これ超おすすめですよ。でもお高いでしょ。メディアセンター 今なら3,700円。安い。あと全部でよろしいですか。はい、遅くなりました。お疲れ様です。参ります。お疲れ様です。おかゆさんが準備万端じゃないですか。バイ。出た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 、慎吾スタイル。慎吾さんも。ついに。すごい。ちゃんと人気に入ってる。やりました。おー、グラフィック。すごいシャッターホーようこそマイクロフォーサーズに。はい、世界が。父さん、マチスもいらないですよね。マチスは、いやいや、2台持ちですよ。今もうね、ちっちゃいです。目線こっちにもお願いします。すごいですね、これがキャップだったら本当に入団会議。今の気持ちを漢字4文字でお願いします。漢字4文字。はい、四字熟語で、2名様テーブル席希望です。そっちか、魂に電話だね。ネガティブですね。てっきり実質無料かと思った。誰も味方いない。それがキャノンのカメラでも使えるという噂の。噂の。一応ブラックマジック。あ、でもブラックマジックの箱に入ってるんですね。名前は LP-E6 だから。LP-E6 っていうのはキャノンの型番です。でも純正じゃないです。なんか同じやつじゃ充電できないらしいですよ。マジですか。楽しが若干違うと。ゴミじゃないですか。という噂です。でもトアさんペイペイで買ったんですよね、純正バッテリー。純正買いました。さすがです。純正とあとチャージャーをメルカリで買いました。ああ、いいですね、いいですね。でそれにバッテリーが1個ついてるんで。お、すごい。お、すごい。考えてるな。考えてます。
けすかねえな。シャンボン箱だけでもすでにかっこいい。箱だけでもかっこいい。箱だけ売ってたらそんな人いるんですか。だってまず正しく充電できるかチェックから。そうそうそう。あ、これあれだ。お、あ、その紙捨てるんだったらもらえますよ。あ、これあれです。マニュアルが入ってる。マニュアル。その下の紙欲しいな。その下の紙欲しい。そう、それ欲しいな。これも大それ3万円分の紙ですよね。カバさんも欲しい。カバさんじゃお先。先スタジオ行っちゃいますよ。あこうなってんだ。何も入ってないんだ。靴下脱げちゃった。それ何なんすか。興奮しすぎて靴下がどっか行っちゃいました。普通の人の靴下は脱げない。靴下脱げてるじゃないですか。ゲームセンター、こんにちは。こんにちは。ステッカーお渡ししてほしいな。嬉しい、ありがとうございます。どんなステッカー。慎吾さんが iPad Pro を買うそうです。慎吾さんが散財しました。これはキャップレンズって言って、普通のボディキャップのレンズが付いてるような、ちょっとまあおまけみたいな。慎吾さんでした。あ、ちょっと慎吾さん。有名なのが新しいバッグ。昨日買ったとおばさんの。いえいえ、慎吾さんです。